佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第二百四十二回十一月六日金曜日レース展望こんにちは進行の尾木里奈ですそして今回の解説は、えー、競馬専門誌通信社の今村さんです今村さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますいや本当に寒くなりましていやーもう急にっていうか雨一雨降って ただね、うん、結構寒くなりましたね。ですよね。うん、ぎゅっと寒くなったんで、皆さんも風など引かれないようにどうぞ気をつけてお過ごしください。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです。 佐賀競馬場では9月19日より有観客競馬が再開し場内の滞留者数を3000名までに制限していますまた場内にある J プレース塗装では原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売しています場内でのレース映像の放映やオッズ情報の提供などは行いませんのであらかじめご了承ください また休止していた中央表彰式場での表彰式を11月6日から再開いたします、えー、そしてご来場されるお客様へのお願いです体調不良時のご来場は自粛をお願いいたしますマスクを着用されない方または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません手洗い手指の消毒にご協力ください場内では大声を出さず人と人との間隔をお開けください ご来場の際は厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力くださいその他施設の利用方法につきましては場内の張り紙係員の指示に従っていただきますようよろしくお願いいたしますそして続いては地方競馬の勝ち馬投票券の払い戻しに関してです 12月29日から2月26日に発売した勝ち馬投票券は払い戻し有効期限が令和3年1月2日までとなります。対象の勝ち馬投票券をお持ちの方はお早めに払い戻しをお願いいたします。なお12月21日月曜日は発売払い戻しを行いませんのであらかじめご了承ください。そして JRA の勝ち馬投票券の払い戻しに関して。 12月28日から2月23日に発売したカチューマ投票券は払い戻し有効期限が令和2年11月14日までとなります詳細につきましては JRA の公式サイトをご覧くださいさあそれでは解説に参ります本日の展望レースはこちらです 第242回11月6日金曜日の展望は第10レーストパーズ特選 C1-1 1組と佐賀競馬のほとめきナイター最終競争第11レースのドリームシリーズ C2-32 組の2レースをお送りしていきますまずは展望レースその1です第10レーストパーズ特選 C1-1 組の出走メンバーです距離ダート 1750m 午後8時5分発走 サラブレット系三歳以上9頭立てとなっていますさあでは今村さんの注目場をお願いしますこちらです、はいえー、まずは八番のゴールドメファーですね、まあ、前走を久しぶりに戻ってきてのレースでしたけども、まあ、内容も良かったですし、まあ、今回距離伸びますけども距離実績問題ないと思いますんでね、まあ、外枠もこの馬にとってはプラス大量ですから、まあ、前走以上っていうのは十分見込めるんじゃないかとは思います、まあ、それから七番のロイヤルアフェアですけども まあこの2走が、ね、2着と惜しいレースが続いているんですけども、まあ、今回も、ねまあ、先ほどのゴールドメファとの一騎打ちになるんではないかなという感じはするんですけどもね、えー、まあ差はないかなというところですね。まあ、それから2番の当選ザゲームなんですけども、まあ、ちょっと、ね、距離にうーんどうかなというところありますけども、まあ、久々叩かれた分の上積みは見込めそうですから、まあ、スムーズな競馬ができればこの馬も,、ねえー、もうさほど差はないと思います。まあ、それから え6番のサンクビジュですねまあ、前走上がりきっちりと使って1着とね、えー、まあ内容も良かったですしまあ、距離もね実績ありますからね、えー、この馬にも注目したいですねありがとうございましたこのレース印も集まってきてますねゴールドメファ強そうな感じもするんですそうですねもともと強かったですからねまちょっとね夏場を休養に入ってのまあ前走久々のレースでね、はい、えまあ今回距離延長の分はね、えー、まあ 今今村さんが挙げてらっしゃらないとこでいくと、はい、踊る狐なんかは、えー、ダービーで4着馬だったはずですよね。そうです、ね、そうでですすねど距離はね全然問題ないとは思うんですけども、まあ、最近がねもう一歩ね詰め切れてないところがねどうかなっていうところで、まあ、相手もまあす 今回もねそこそこ揃ってはいますんでねまあ、展開が向けばっていうタイプかなっていうは思いますねうんなるほどありがとうございましたぜひ10レースご注目くださいさあそれでは続きまして11レースに天保レースその2に参ります第11レースのドリームシリーズ C2 の32組の出走メンバーです 距離ダート九百メートル、午後八時四十分発走サラブレット系三歳以上、十一頭立てとなっています。さあ、それでは、今村さんの注目は、こちらとなっています。お願いします。はいえー、まずは十番の理念ターゲットなんですけれども。まあ、前走ね、えー、久々叩かれて、まあ、ちょっとね。 最後、甘くなりましたけども、まあ、今回、外枠で 900m と距離短縮された分は、ね、プラスに向きそうですし、まあ、相手関係も、ねえーまあ、前回から比べると戦いやすいんじゃないかなということで、ねえー、ちょっと注目したんですけどもね、えー、それから7番の南国ジュリアン、まあ、ちょっと3回戦の休み明けで、ねえー、間隔が空いた分は、ね、マイナスだとは思うんですけども、まあ、距離は、ね、プラスに向くとは思いますから、まあ、ちょっとはね、えー 流れ込む余地があるんじゃないかなというところで、まあ、上位に押してるんですけども、まあ、それから3番のシャムエル、まあ、この馬もね先行できればね、えー、前残りっていうのは十分考えられると思いますんでね変、まあ、わり身っていうところを期待したいですね、まあ、それから11番のリリー・クラスター、まあ、前走この距離もう一つね伸びあぐねていたんでうん、まあ、外枠の分は競馬しやすいと思うんですけども、まあ、どこまで変われるかですね。 このレース印が割れてますねはいここはもう本当に混戦模様だと思いますねなるほどそんな中でも例えば穴で、はい、西のアインスとか 出足がね、うん、もう一つっていうタイプですからまあ3走前みたいにあの前に行ければね辛抱できるとは思うんですけどあ<ー>まあどちらかというとあまり砂をかぶりたくないタイプですからまあその上出足はあんまりいい方じゃないので、うん、まあそこが課題でしょうねなるほど、はい、ありがとうございました。 えー、それでは続きましてのコーナーに参ります、えー、続きましてトラックマンの一押しのコーナーです解説者の皆さんに最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています今村さんの金曜日の一押しレースこちらとなっています七レースですね七レース一号馬トレンディーということなんですがこちら今村さんトレンディーですかはいえー、っとね、これも 寒くななっってててききた分調子はは上がってきてるはずなんですよちょっと状況を見てても、まあ、元気出てきた感じですしただ後ろからのタイプなんで、まあ、そこが不安材料ではあるんですよね。今回11頭頭数も揃ってますし、はい、まあうまくさばけるかどうかっていうのは課題になると思いますね今村さんトレンディー上げてらっしゃいますが紙面ではマッチアドゥーに印も集まっているようですが、はい、そうですねまあ先行できるタイプなんでうん、うん、前に行けば当然このまま 力発揮できるタイプですから、まあ他に逃げ馬っていう逃げ馬がいないんで、手足さえね良、えー、ければまあ、当然この印はつくのかなっていうところですね。そこ次第というところですね,、はいですね。こちらも気になるレースですね。はい、ぜひ皆さん7レースにもご注目ください。それではここでお知らせです。延期していた特別表彰式、記念表彰式実施のお知らせです。 11月8日日曜日に中央表彰式場にて NAR グランプリ2019最優秀勝率騎手賞を受賞した山口勲騎手2500勝を達成した真島正則騎手1,000勝を達成した新型コロナウイルス感染予防のためサインやプレゼントの手渡しなどのファンサービスを吸収しておりますのであらかじめご了承ください。 えー、そして続いては10月30日金曜日に園田競馬場で行われた第17回兵庫クイーンカップに出走した佐賀競馬所属のスーパージンガ号は11着という結果でした。 さあさらにこちらです。十、え、一、ー、月三日祝日火曜日に毎年恒例の佐賀競馬祭りを実施いたしました。えー、私青木もですねさまざまなコーナーで MC を務めさせていただいたんですが、今年もファンには嬉しい企画が盛りだくさんのビッグイベントとなりましたよね。えー、ご来場いただいた皆様誠にありがとうございました。えー、中でも特に注目を集めたのが騎手 OB の調教師がその日限り騎手として復活するジョッキーマ。 スターズレースでした出場したのは往年の名助記8名です、えー、こちらですね、えー、第1レースに土井道隆調教師そして中川龍馬調教師東新一調教師北村金也調教師そして第2レースに、えー、三子田幸と調教師大垣俊夫調教師 川田隆嘉調教師そして、えー、山下貞文調教師が出場され前騎乗されました、えー、さらにですね、スターターなんですがこちら真島元則調教師そして旗振りは鮫島勝也騎手が務めるという本日限りのその本当に一日限りの貴重なレースになったんですよね。 私もすごく盛り上がっちゃったんですけれども、このドリームレースを見事制したのは第一レースドイ長教師第二レース三古田長教師ということでした。おめでとうございました。いや本当に私自身もあの長教師の皆さんがステージに上がってくるとき、こう笑顔が素敵な <laughs> こうね優しそうな雰囲気でワイワイしながら上がってきてくださったので、あ素敵な雰囲気だなと思いながらもレースになると、<あ>もう顔つきがガラッとやっぱり一変しますよね,ね。びっくりしましたね。長京、うん、の顔と言いますかね、うん。もうそのレース自体もすごい。 いいレースでしたね本当に盛り上がりましたし皆さんの笑顔も見れましたし、えー、素晴らしいレースでしたこのレースなんですが、えー、ジョキマスターズレースの映像は佐賀競馬公式 YouTube に公開していますのでぜひ直接ご覧いただけなかったお客様もお楽しみいただけると思います。ぜひご覧くださいさいいあそして続いて続は 11月4日水曜日に笠松競馬場で行われたヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド笠松に起場した佐賀競馬所属の出水拓人騎手は第2戦に起場し6着、6着という結果でした、えー、本日5日中にはファイナルラウンド進出者が確定するということなんですがこの収録内ではお伝えできませんが結果が待ち遠しくなっています楽しみですね、えー、そしてて続いてです。 北海道競馬所属の石川大和騎手と石…失礼しました続いて北海道競馬所属の石川大和騎手と岩橋雄二騎手が佐賀競馬場で期間限定騎乗いたします石川騎手は11月14日から1月31日までの間真島急車岩橋騎手は11月14日から12月6日までの間池田急車の所属騎手として佐賀競馬場で騎乗いたします 11月14日土曜日の第2レース発売中に両機種の紹介式を実施いたしますのでぜひご覧いただければと思います。そして 今週末もしましたロマンチックファンタジーイルミネーションが点灯いたします11月からクリスマスバージョンに模様替えした光り輝くイルミネーションを午後5時30分からお楽しみいただけます、えー、また11月8日日曜日は光る馬型イルミネーションに乗ることもできますのでぜひこちらもお楽しみください クリスマスバージョンになってるんですね。ちょっと見に行かなきゃいけないですね。そうですね。うん、楽しむか、面白そうですね,ね。ワクワクしますね。はい、ぜひ皆さんもお楽しみに。というわけで、以上佐賀競馬パッカル情報局。第二百四十二回十一月六日金曜日、レース展望でした。佐賀競馬パッカル情報局、次回の配信は。十一月十四日土曜日、十五日日曜日の展望を十一月十三日。金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは、来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。